入り口を歩いているような、気持ちいい朝を迎えています。愛犬のルヴァンは春の木漏れ日に癒されて散歩しているようです。西のりコーヒーの春の素晴らしい景色です。これから稲を植える作業を行われるまでの数日間、ヨシノリコーヒーは湖畔の中にぽつりと佇まっているような景色に、水を張ると少し体感温度もヒヤッとする感覚を感じますが、それが何とも言えない心地よい体感となります。ここがヨシノリコーヒー名物インスタ映えスポットです。ようやく来ました。最近ロックなんと間違えられますが、ここは一般家庭の庭でございます。とはいえ、ヨシノリコーヒーをお買い求めいただきましたお客様にはサービスとして、こちらの空間も椅子などを置いてこちらでお過ごしいただくこともございます。私スタッフまでお申し付けいただければと思いますので、ご利用の際はどうぞお声掛けください。